本日はこちら、野原工芸のシャーペン、新型と旧型の違いを比較していこうと思います。ちなみに夏目が旧型、シーオークが新型になります。こうやって握ってみるとどちらもかっこいいですよね。甥っ子にいつかプレゼントしたいなと思っているので、最低でもあと10年はシャーペンの製造を続けてほしいですね。その頃には高校の授業とか教科書が全部タブレットとかにですね変わっているかもしれませんが、紙のノートにまとめて勉強したりとか、ひたすら書きまくって覚えるとか、そういう行為はなくならないと思うので、これだけ品質のいい文房具はきっと生き残るんじゃないかなと思います。ちょっと話はそれましたが、シャーペンの比較していこうと思います。まず見た目なんですけど、ほとんど変わりません。新型の方がノック部分のキャップが少し短く見えるくらいですね。あとはペン先が違うみたいです。旧型は太いガイドパイプが使われています。新型は細いガイドパイプが使われています。この太めのボディのシャーペンだと細いガイドパイプはあまり似合わないかなと思いました。全体的なデザインを見ると僕は旧型の方が好きですね。ではちょっと分解していきます。旧型はまずこの口金と軸を離します。そしたら先端の方から引っこ抜けますね。新タンクは金属製ですね。さらにここもネジになっていて、外すとチャックが出てきます。チャックも金属製で安心ですね。買ってすぐにですけど、この三つ股の隙間に芯が挟まって機能しなくなったことがあるんですけど、取り除いたら今は問題なく使うことができています。ただそういったトラブルの時にネジになっている箇所が2つあるので、点検するとき少し手間が増えるかなと思います。そんなにしょっちゅうあるようなことではないので、そこまで心配はしなくていいと思いますけどね。では新型の方を分解します。新型はまず口金を外します。そしたら後ろの方から内部の部品を取り出すことができます。こんな感じですね。パッと見旧型と同じように見えます。チャックもしっかり金属製です。で、違うところはここですね。新型の方は角ができています。この角が内部のパーツと軸を固定して、軸を持ちながら内部パーツに口金のネジを締めることができるんですね。旧型はこのネジが2つあるので、口金と内部のパーツのネジが緩めば、締め直すために一度口金と軸のネジを緩めて外す必要があるので、その点を考えるといい改良なんじゃないかなと思います。このように旧型の口金には軸と固定するためのネジがあります。ちなみに新型のシャーペンにはこの固定式口金がついてきたんですけど、正直言うと書きやすさとか書き味とかは僕は変わらないなって思いました。なので今の口金が壊れた時用の予備として持っておくことになりそうです。ただ一ついい点があって、これブラックでマット加工をしているので光でちらつかないんですよね。今の口金って光沢のあるゴールドかシルバーなんですけど、照明が明るいとこで描いていると反射で目がチカチカすることがあるんですよね。こうやって比べてみるとそりゃ一目瞭然だわって感じなんですけど、ただこの黒いのも問題があってですね、こうやってつけてみた時のデザイン性ですね。クリップとノックボタンがゴールドなので、なんとなくバランスが悪いような気がします。クリップとノックボタンもブラックにできたらすごくかっこいい気がしますよね。上品さはなくなりそうですけど、ちなみに新型のペン先がいいという方の中で、今まで使っていた木をそのまま使いたいって方がいるかもしれないので、試しに旧型の軸と互換性があるのか試してみたんですけど無理でした。なので新型が気に入った人はそのまま新しい木との交流を深めていくことになりますね。ちなみに旧型の内部機構と口金を新型に使えるか試してみたところ、これもできませんでした。
なのでデザインは変わりませんが、どうやら黒い金属パーツも結構仕様が変わっているみたいですね。最後に書き味と書きやすさなんですけど、どっちも変わらなかったです。木の質感とペンの重みを感じながらゴツゴツとした書き味で、固定式じゃないんですけど、ペン先のブレもほとんど感じなかったです。新型の固定式口金もスライド式と比べて差が感じられなかったんですよね。スライド式の方は長く使っていく中で劣化してガタつきが出てくる可能性もあるかもしれませんが、ほぼ新品の段階だとどっちでもいいかなと思いました。最終的にどちらが好きかってことなんですけど、旧型の方が好きでした。書き味とか書きやすさがそんな変わらない以上、デザイン性を犠牲にはできないかなというのが理由ですね。分解する時の手間が少し増えはするんですけど、そんなしょっちゅう分解はしないでしょうから。ただより書きやすさを求めたいという方は新型がいいと思います。書きやすさは変わらないとさっき言ったんですけど、ペン先の視界は多少良くなりますし、固定式の口金を使えば余計な光の反射を防ぐこともできます。そのあたりを重要視するのであれば新型がおすすめです。それでもどちらを買うか悩むっていう人は、どっちも買っちゃいましょう。お年玉残しておきましょう。というわけで今回は野原工芸のシャーペン、新型旧型の比較でした。シャーペンの注文が再開された時に購入しようと思っている方は、少しでも参考にしていただければなと思います。シャーペンの動画以外にもボールペンの比較や持っている樹種の紹介動画もありますので、よかったら見てください。それではこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。